2024年もシーズンが終わり、選手の入れ替えが始まりました。戦力外となる選手がいる一方で、大型契約を勝ち取る選手もいます。しかし大型契約をした選手の中には、期待を大きく裏切る成績しか残せなかった選手たちがいました。今回は NPB 史上最悪といえる契約をご紹介します。ウラディミール・バレンティン。バレンティンは肩の強さと状況に応じたチームバッティングが評価され、2010年オフにヤクルトに入団。現在ではホームランバッターのイメージが強いですが、入団時はメジャー通算15本塁打と実績も少なく、当時のスカウトは、状況に応じた打撃ができることがチーム打撃で得点を重ねるヤクルトにぴったりだったと話しています。肩の強さは本物で、マリナーズ時代にはイチローと遜色ない強肩を披露していました。守備がうまくないイメージを持っている人も少なくないと思いますが、飯田哲也は、2011年のヤクルト入団当初はむしろ上手な方だったが、ホームランを打つごとに意識が打撃のみに傾いて、守備では横着するようになってしまったと語っています。そんなバレンティンは1年目の2011年から活躍し、5月にはホームランを量産して月間 MVP を獲得。最終的に打率2割2分8厘ながら31本塁打で、史上3人目の打率最下位のホームラン王という珍しい記録を残しました。2012年も2リーグ制後初となる規定打席未到達でのホームラン王という珍しい記録を作り、迎えた2013年にバレンティンは大記録を達成します。2013年、バレンティンは WBC で故障し、4月12日に1軍に合流し、初本塁打は4月16日とゆっくりなスタートを切りました。しかし6月に4打数連続本塁打などを記録し、月間 MVP を獲得する活躍を見せると、その後もホームランを量産。そして9月11日には55本目のホームランを放ち、 NPB シーズンタイ記録に並びます。9月15日には新記録となる56号を放ち、最終的に打率3割3分60本塁打131打点、出塁率4割5分5厘でホームラン王と最高出塁率を獲得しました。その後もほぼ全ての年で30本塁打を放ったバレンティンは、2019年オフに2年総額推定10億円の大型契約でソフトバンクへ移籍します。長距離砲としての活躍が期待されたバレンティンですが、2020年は調子が上がらず、8月19日には打率が1割9分6厘まで落ちるなど、著しく成績を落としました。すると8月21日には登録抹消、10月2日に1軍昇格しましたが、昇格後も33打数1安打と結果を残せず、最終的に60試合で打率1割6分8厘9本塁打22打点と大きく期待を裏切りました。2年目の2021年は開幕2軍スタートとなりましたが、5月に1軍に昇格。しかし22試合に出場して打率1割8分2厘4本塁打と2年連続で期待を裏切ったバレンティンは、この年限りで NPB を去っています。松中信彦。社会人時代、オリンピックで銀メダル獲得に貢献した松中は福岡ダイエーホークスへ入団。3年目の1999年には23本塁打を放ち、レギュラー格へと成長します。2000年には自身初の3割となる打率3割1分2厘リーグ3位の33本塁打リーグ2位の106打点を記録し、シーズン MVP に選出されるなど、2年連続のリーグ優勝に大きく貢献しました。その後も活躍した松中は、2004年に打率3割5分8厘44本塁打120打点で三冠王を獲得。平成で三冠王を獲得したのは松中しかおらず、歴史に残る大記録達成となりました。また最多安打最高出塁率も同時に獲得しており、2度目のシーズン MVP を獲得しています。2005年も勢いが止まらない松中は46本塁打120打点で2冠王となりました。そして松中は2005年オフに NPB 史上最長の7年契約を結びます。この7年間契約は出来高などを含めると最高で総額45億という超大型契約。しかし大怪我や極度の不振に陥って年俸に見合う活躍ができなくなった場合を考慮されており、10項目以上にも及ぶ出来高契約が存在し、5年目以降の契約解除権や野球協約に定められた 40% を超える最大 50% ダウン提示権なども契約には盛り込まれていました。大型契約1年目の2006年、松中は WBC の疲れからか怪我にも苦しみましたが、打率3割2分4厘
出塁率4割5分3厘で首位打者と最高出塁率を獲得し、チームのプレーオフ進出に貢献しています。しかし2007年に打率2割6分6厘15本塁打68打点とレギュラー定着後では自己ワーストの成績に終わると、2010年には左手首の故障もあり満身創痍で出場を続けました。2010年は最終的に79試合で打率2割3分5厘11本塁打と低調な成績に終わると、オフには2億円減の契約更改を行います。巻き返したい2011年でしたが、内川聖一とアレックス・カブレラの加入によりレギュラー競争が激化、打率3割8厘ながら規定打席には到達できずにシーズンを終えます。2012年も打率2割2分1厘4本塁打と期待に応えることはできずに7年契約が終了。松中は1億3000万円減の7000万円で契約を更改しています。山田哲人、山田は俊足に加え高校の先輩でオリックスで活躍した T 岡田を上回るスイングスピードを兼ね備え、将来を期待されてヤクルトに入団しました。すると高卒2年目で26試合に出場し、4年目の2014年にはレギュラーに定着、8月には月間41安打を放ち月間 MVP を獲得するなど活躍すると、最終的に日本人右打者シーズン最多安打記録となる193安打を打ち最多安打を獲得しました。2015年にはトリプルスリーを目標に盗塁の練習を実施、すると2014年に15盗塁だった盗塁は34まで増え盗塁王を獲得しています。さらに打撃では打率3割2分9厘38本塁打を記録し、自身初となるトリプルスリーを達成しました。打点も100を超え、トリプルスリーと100打点の同時達成は史上3人目の記録となっています。この実績からシーズンオフに山田はミスタースワローズの象徴とされる背番号1へと変更され、名実ともに日本を代表する選手になりました。2016年も打率3割4厘38本塁打30盗塁でトリプルスリーを達成し、史上初の複数回トリプルスリー達成者となっています。2018年には打率3割1分5厘34本塁打33盗塁で自身3度目のトリプルスリーを達成するなど活躍した山田、2020年9月には国内 FA 権を取得し、各球団が争奪戦に動くかと思われました。しかし山田は7年総額35億円プラス出来高の大型契約を結びヤクルトに残留。山田は正直今までで一番悩みましたが、 FA 権を行使せずに残留することにした。さらに活躍できるように努力したいと思うと話し、実質的な生涯ヤクルト宣言となりました。大型契約1年目となる2021年は34本塁打101打点と文句なしの成績を残した山田でしたが、2022年はリーグ最多の三振数を記録するなど打率2割4分3厘23本塁打65打点と大きく成績を落とします。この年チームは優勝しているものの、連敗中はミーティングで助けてくださいと話すなど苦しいシーズンを送りました。さらに2023年は度重なる怪我で10年ぶりに規定打席に届かず、打率2割3分1厘14本塁打40打点という成績に終わった山田。山田の年俸は松中と異なり5億円で固定とされており、見合った働きはできていません。2024年も2023年とほぼ同じ成績で終了する状態となっており、山田にとって苦しいシーズンはまだ続きそうです。楊大観、楊は2005年台湾人史上最高位の指名となるドラフト1位で日ハムに入団。俊足と強肩で抜群の守備力を誇った楊は2年目から守備固めとして出番を増やし、5年目の2010年には109試合に出場しました。2011年にはレギュラーに定着し、2012年からは2年連続全試合出場を果たしています。特に2013年は400イニング以上出場したセンターとしてリーグトップの UZR13.3 を記録し、栗山英樹監督から大観の守備力はセンターとしては今日本で一番でしょう、守備範囲が広いことに加え打球への飛び出しが素晴らしく速いと絶賛されました。また自身初の2桁本塁打となる18本を放ち47盗塁で盗塁王も獲得。2014年も打率2割9分3厘25本塁打85打点という好成績を残し、得点圏打率はリーグトップの3割7分9厘で勝負強さを見せました。
またゴールデングラブ賞を史上1位タイとなる3年連続外野手部門1位の得票で獲得しています。 FA 権を獲得した2016年は打率2割9分3厘14本塁打と成績を残しながらも、年俸や若手選手主体のチーム構想などをめぐって日ハムと対立。 FA の表明会見では、自分のため、家族のために移籍することを決めました。球団には育ててくれて感謝の気持ちしかないです。と語りました。一方で、若いチームで自分がいたらおかしいと思うようになった。自分は残ろうと思っていたので、ただ契約はしてくれませんでしたから悔しかったですが、自分はここで終わりじゃないんだって自分自身に責任を取ろうと、と涙ながらに正直な気持ちを話しています。オリックスや楽天などが参加し争奪戦となったようは、最終的に巨人に5年総額15億円という契約で移籍しました。移籍会見では、巨人軍は非常に伝統があり、偉大な先輩方が在籍していました。先輩方の記録を超えられるよう頑張ります。チームの力にもなりたいです。と意気込んだよう。しかし、移籍1年目の2017年は下半身のコンディション不良で87試合で打率2割6分4厘9本塁打と低迷。2018年も故障もあり、87試合で打率2割4分5厘10本塁打と思うような成績を残せず、翌年以降も成績が低迷していきました。丸義弘の加入もあり、ファーストにも挑戦したようですが、5年契約が切れるとそのまま自由契約に。その後は独立リーグなどでプレーしています。松坂大輔、平成の怪物として鳴り物入りで西武に入団した松坂。松坂は高卒1年目から16勝を挙げて最多勝を獲得し、新人王やベストナインも受賞しました。2001年には15勝15敗で史上初となる高卒新人からの3年連続最多勝を獲得しています。この年240イニングを投げ、最多奪三振も獲得した松坂は沢村賞も獲得し、日本を代表する投手の一人となりました。その後も2006年まで最優秀防御率や最多奪三振などのタイトルも複数回獲得した松坂は、2007年からメジャーに挑戦。メジャー1年目から日本人選手史上初、かつメジャー史上5人目となる1年目での15勝と200奪三振を記録し、期待通りの活躍を見せます。2008年は18勝を挙げ、チームの優勝にも貢献。しかし2009年は WBC 前に股関節を負傷し、シーズンが始まると打ち込まれる日が続きます。さらに右肩も痛めた松坂はわずか4勝でシーズンを終えました。その後は全盛期のような活躍ができず、2011年6月にトミー・ジョン手術を受けます。2012年6月にメジャー復帰を果たしましたが、わずか1勝に終わると戦力外となり、2013年からはメッツに所属。しかし結果を残せず、2014年オフに日本球界復帰となりました。するとソフトバンクが3年総額12億円の大型契約で松坂と契約。しかし2015年は右肩の故障などもあり、一軍登板なしに終わると8月に右肩の手術を受けます。松坂は2016年に向け、やれる自信はあると語り復活を誓いましたが、復帰登板ができたのは10月2日のシーズン最終戦。しかもこの試合はコントロールも定まらず、1イニングしか投げることができずシーズンを終えます。松坂は契約最終年の2017年に向けて準備を始めますが、2年間で8億円をもらい、わずか1イニング39球しか投げられていない状況にファンは激怒。投球数39球を8億円で割ると1球あたり約2050万円となり、松坂は非難にさらされます。さらにソフトバンクの関係者が、消化試合だからチャンスが与えられたようなもので、レギュラーシーズンで勝敗が順位の流れを左右するような状況であれば起用されることはなかった。それでもマウンドに立てたのは上層部の意向を工藤監督ら現場首脳陣が察して仕方なく起用した部分も当然大きい。そういう中でプラス要素を一つも見せられなかったのだから、普通の神経の持ち主であればもう諦めがつくはず。ここはもう潔く身を引くべき。と痛烈に松坂を批判しました。非難の声にさらされながらも、2017年のオープン戦で松坂は7回無失点の好投を見せ、4月15日に先発予定となります。しかしここで右肩痛が再燃。登板を回避すると一軍登板なく、2017年限りで自由契約となりました。12億円でわずか1イニングしか投げられなかった松坂は大型契約失敗の筆頭と言えるかもしれません。中島博之、2024年、苦難の年を歩んだ中島。そんな中島はかつて西武に入団し、
主軸として活躍しました。中島は入団4年目の2004年にショートのレギュラーだった松井稼頭央がメジャーへ移籍すると開幕スタメンの座をつかみます。その後はショートのレギュラーは荷が重すぎると言われながらも出場を続け、オールスターにも選出されました。最終的にパ・リーグ唯一のフルイニング出場を果たし、打率2割8分7厘27本塁打90打点18盗塁の好成績を収めています。その後もレギュラーとして活躍した中島は2008年には出塁率4割1分で初タイトルとなる最高出塁率を獲得。2009年には173安打で自身初の最多安打、出塁率3割9分8厘で2年連続となる最高出塁率を獲得し、2年連続でベストナインにも輝きました。2012年まで西武で活躍した中島は海外 FA 権を行使し、2013年からはメジャーに挑戦。しかしスプリングトレーニングの試合中、左太ももを負傷し、開幕を故障者リスト入りして迎えます。復帰後も打率2割8分3厘4本塁打 OPS0.698 でチーム平均の OPS0.776 を下回り、メジャー昇格は果たせませんでした。2014年もメジャー昇格できなかった中島は日本球界へ復帰することを決め、西武、阪神、オリックスが争奪戦を繰り広げます。そんな中、オリックスが3年総額12億円で中島を獲得。中島はメジャーでやりたいと思ったが、上で出るために1年どういう状況でやるかわからない、ダラダラしていてもダメだと思ったと話し、オリックスでの活躍を誓いました。移籍1年目の2015年は開幕を4番ファーストで迎えましたが、4月19日に右太もも裏を痛めて途中交代、1軍復帰後もぎっくり腰で離脱するなどし、規定打席には到達したものの、117試合で打率2割4分10本塁打46打点に終わりました。2016年も右太もも裏を痛めると規定打席に到達できず、96試合で打率2割9分8本塁打47打点の成績でシーズンを終えています。2017年は2年ぶりに規定打席に到達しましたが、124試合で打率2割8分5厘9本塁打47打点の成績を残しました。中島はオフには契約の付帯条件だった契約期間の延長オプションを行使し、前年までの3年間と同じ年俸3億5000万円から4億円の1年契約で残留します。しかし故障もあり、オリックス移籍後最少の77試合で打率2割8分9厘5本塁打34打点に終わりました。するとオリックスは減額制限を上回る減俸となる年俸1億円を提示しますが、中島はそれに納得せず自由契約に。西武時代のような活躍を期待されただけに、中島とオリックスの大型契約は失敗だったと言えるでしょう。ロベルト・オスナ。オスナはメジャー時代の2019年、38セーブで西武王に輝いた実績のある投手。メジャー通算6年間で314試合を投げ155セーブを挙げました。2020年からは故障もありメジャー昇格はできず、メキシカンリーグで登板しています。そんな中、2022年6月にロッテがオスナ獲得を発表。6月24日に1軍昇格すると、29試合で4勝1敗9ホールド10セーブ、防御率 0.92 の好成績を残しました。2023年もロッテに残留するかと思われましたが、ソフトバンクが年俸6億5000万円で獲得を発表。オスナは自分のホークスに対する印象はいつも勝っているチームだということ、この話をいただいた時、ぜひ優勝に貢献したいと強い気持ちがあった。自分の投球はもちろん、相手に対して向かっていく強い投球、そこを見てほしい。チームメイトにも試合に向かっていく姿勢を鼓舞していけると意気込んでいます。オスナはその言葉通り49試合で3勝2敗12ホールド26セーブ防御率 0.92 の成績を残し、役割を果たしました。オフには自由契約となり争奪戦が予想されましたが、ソフトバンクが4年総額40億円の超大型契約で大筋合意し、 NPB 最高年俸での残留が決まります。1年目の2024年は6月までに30試合に登板して0勝2敗20セーブ防御率 3.99 とまずまずの成績だったものの、6月の月間防御率は 6.75 と打ち込まれる日が目立ちました。すると7月5日に下半身の不良で離脱し、8月にセカンドオピニオンを利用するためとして渡米。さらに9月5日にはオスナの父が監督を務めるメキシコのアマチュアチームの試合を観戦した際に乱闘騒ぎとなり、相手チームの選手の父に対して殺害予告、姉妹に侮辱行為を働き
働いたとしたことが SNS で暴露されました。そんな状況で日本に帰ってきたオスナは9月13日に一軍再昇格。復帰後は9試合で4セーブを挙げたものの、打ち込まれた試合もあり、防御率 3.76 でシーズンを終えました。2024年は全体的に打低投稿だったこともあり、10億円に見合った働きができたとは言えません。2024年のポストシーズンや2025年以降に巻き返すことはできるでしょうか。川崎健次郎。川崎は高卒ながら甲子園屈指の投手として注目を集め、1988年に競合の末ドラフト1位でヤクルトに入団しました。すると2年目の1990年には頭角を現し12勝を挙げます。さらにここから3年連続2桁勝利を挙げ、ヤクルトを代表する投手になるかと思われました。しかし1994年からは故障などで成績が低迷。そこで川崎は1997年に変化球のシュートを覚えると、1998年に再び活躍しました。この年は28先発で200イニング以上を投げ、17勝10敗、防御率 3.04 で最多勝のタイトルを獲得。三冠風九冠投など完投能力も高く、打たせて取るピッチングのため三振数は94と少なかったものの、沢村賞を受賞しています。ヤクルト最終年の2000年は20試合で8勝10敗、防御率 3.55 の成績に終わりますが、対巨人戦では5勝2敗、防御率 1.84 と巨人キラーぶりを発揮し、川崎は FA 権を行使。当初はヤクルト残留か MLB 移籍が本戦だった川崎でしたが、熱心に声をかけてきたのが中日でした。川崎は当時を、最初に手を挙げてくれたのがドラゴンズでした。その後がボストンレッドソックス、最後がスワローズで、あまり積極的ではありませんでしたと振り返っています。この時条件はメジャーが一番良かったそうですが、川崎は中日を選び、その立役者が打倒巨人に燃える星野仙一監督。川崎は、巨人だけには勝ってくれという星野監督の言葉が決め手です。僕自身ジャイアンツを倒すことに生きがいを感じていたので、その言葉は聞きましたね。星野さんの巨人戦の勝利が35で、僕が29でしたから、6勝すれば追いつけるなと思ったことを覚えていますと話し、巨人戦通算29勝の巨人キラーは4年総額8億円で中日に移籍します。また中日のエースナンバー20も受け継ぎ、待遇面でも破格の条件でした。しかし中日移籍1年目の2001年、オープン戦で右腕を負傷した川崎は2軍戦1試合の登板でシーズンを終えます。その後も原因不明の右肩痛に悩まされた川崎は3年間1軍登板なしとなりました。移籍4年目の2004年は落合博満新監督に開幕投手に指名され、全てをかけるつもりでと意気込んで登板しましたが、2回途中5失点で降板。その後も登板した川崎でしたが、3試合で2回3分の1イニングを9失点と振るわず、中日では1勝もできずに現役を引退しています。森福正彦。森福はサイドスローの投手としてソフトバンクで活躍した左腕。プロ入り時は3クォーターで投げていましたが、結果が出ず4年目の2010年にサイドスローへ転向。すると36試合登板と出場機会を増やし、2011年には60試合で4勝34ホールド、防御率 1.13 という成績を残し、チームに欠かせない存在となります。特に2011年の日本シリーズでは第4戦で1点リードの6回にノーアウト満塁から登板し、打者3人を抑えるパーフェクトリリーフを見せました。この投球は森福の11球と名付けられ、現在でも野球の名シーンの一つとして語り継がれています。2012年以降もほとんどのシーズンで50試合登板を続けた森福は、 2013WBC の代表メンバーにも選ばれるなど日本を代表する中継ぎとなりました。しかし2016年からは対左打者用のワンポイントリリーフという起用法が増えると、森福は2016年オフに、自分の置かれている立場に満足していないので、一番輝ける場所で野球がしたいと FA 権を行使。すると巨人が2年総額3億円の条件を出し、契約が成立しました。2017年は巨人のセットアッパーとして期待されましたが、開幕から7試合で0勝2敗、防御率 5.40 と散々な結果に終わり、右打者に3割8分9厘、左打者に4割と打ち込まれてしまいます。最終的にこの年は30試合で6ホールドと
期待を大きく裏切った森福。その後2018年からの2年間も合わせて9試合の登板にとどまります。そして2019年オフには巨人から戦力外通告を受け、森福は移籍後3年でわずか39試合登板で現役を引退しました。福田周平。福田は2006年に高校生ドラフト1位でソフトバンクに入団。入団後は内外野守れるスーパーサブとして13年間にわたり活躍しています。規定打席には達していないものの、持ち前の勝負強い打撃が持ち味で、日ハムの大谷翔平から2年連続ホームランを放つなど存在感を見せつけました。印象に残る活躍を見せていた福田は2019年に FA 権を取得。すると福田は、選手としての他球団の評価を聞いてみたい、どこでも全部話を聞いてみたいとして FA 権を行使しました。福田が FA 権行使を発表すると、ソフトバンクは宣言残留を認め、他に5球団が獲得に名乗りを上げます。ソフトバンク以外ならレギュラーとまで言われた福田は、最終的にロッテへ4年4億8000万円プラス出来高の大型契約で移籍。年俸3600万円から大幅アップでの契約となりました。しかし開幕前の練習試合で死球により右肩甲骨を骨折し、その後も調子が上がりません。怪我を押して出場した2020年は短縮シーズンの中、62試合で打率2割1分6厘5本塁打19打点と不本意な成績に終わりました。その後も2021年は4試合で打率8分3厘、2022年は20試合で打率1割7分1厘と成績は低迷します。2022年オフには球団から、肩甲骨骨折の後遺症が今日に至るまで複数判明し、最終的に変形性肩関節症の症状に起因するものと結論が出たと発表が行われ、福田は右肩の手術を受けました。しかし2023年も3試合の出場に終わると、オフに戦力外通告を受け、ロッテを退団。退団時は、本当に不本意な4年間でした。やっぱり肩の怪我がこんなに長引くとは思っていなかったですねと悔しさをにじませています。2024年は NPB ファームリーグの工夫早手の一員としてプレーした福田は、こんな選手だったが応援していただき感謝しかない、もうお腹いっぱいですと話し現役を引退しました。成瀬義久。成瀬は名門横浜高校で投手として活躍していましたが、たびたび故障にも泣かされ、2003年にロッテに入団した時も6位指名と大きく期待をされた投手ではありませんでした。しかし打者からボールが見えにくいフォームと通算与四球率 1.71 の抜群の制球力を武器に、徐々にプロの世界で活躍し始めます。プロ3年目の2006年に1軍13試合に登板すると13先発で5勝を挙げました。そして2007年、成瀬は大ブレイクします。この年成瀬は開幕から好調で月間 MVP を2度受賞。黒星は交流戦の1敗のみで、パリーグ球団からは一度も負けることはありませんでした。最終的に16勝1敗、防御率 1.82 の好成績で最優秀防御率、最優秀投手を獲得しました。防御率1点台で勝率9割台は1959年の杉浦忠以来48年ぶり、2リーグ制以降で2度目の快挙です。2008年には北京オリンピック日本代表に選ばれ、大会通算19奪三振で奪三振王にも輝きました。2009年からは4年連続2桁勝利を記録し、ロッテの投手陣を牽引しています。2013年は怪我もありながらも2014年に9勝を挙げ、オフには FA 権を行使。そして年俸1億4400万円の3年契約でヤクルトへ移籍します。ローテーションの一角として期待された成瀬ですが、2015年は3勝8敗、防御率 4.76 と低迷し、チームのリーグ優勝に貢献できません。移籍2年目の2016年は先発で結果を残せず、中継ぎに回るなどし3勝止まり。2017年もほとんどが中継ぎ登板で、12試合中先発登板はわずか1試合、1勝しかできなかった成瀬は3年間で7勝しかできませんでした。大幅減俸を受け入れ契約した2018年でしたが、1軍登板なしに終わるとオフに戦力外通告を受け、オリックスへ移籍。不振の原因として成瀬は、生命線であるコントロールがうまくいかなくなったことが大きいです。いろんな怪我をしてフォームを変えざるを得ないこともあって、徐々にコースが甘くなることが多くなりました。またチームを移籍したことによる練習環境の変化も少なからず影響したように思いますと語っています。最終的に成瀬はオリックスでも結果を残せず、独立リーグへ移籍しました。今回は NPB 史上最悪の契約をご紹介してきました。2024年オフはどのような選手
手たちが大型契約を勝ち取るのでしょうか。最近だとメジャーリーグ挑戦も増え、超高額年俸のメジャーリーグも絡んだ失敗も増えているように感じます。さらに2025年以降でその選手たちがどのような結果を残していくのかにも目が離せません。今回ご紹介した以外に皆さんが考える史上最悪の契約があればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。